ここで私から秋華賞の富ちょいをご紹介します。富ちょい、直近の京都大賞典では新記録達成のレジェンドでディープインパクト3区に注目と言っておりましたが、ブラダリアが1着と、さらに京都芝全員 100m を得意と続いて軽級者のボッケリーニが2着と良いヒントになりました。今日なんか府中牝馬じゃなかった、 あっちもね、うずまさステークスもね、思いっきり3枠が来たりとかありましたから、秋華賞も勝利の女神になる富ちょいをお願いいたします。はい、お任せください。あるのか。はい、今年の秋華賞はリバティアイランドの牝馬三冠制覇かかってますね。史上の7頭目ですからね、8頭目、うん、7頭目だな。そのうち5頭が三冠を達成して、残る2頭はブエナビスタが2着、入選後に3着に膠着、スターズオンアースは僅差の3着でしたから、まあ、馬券圏内率は 100%、 まあ当然ですよね。はい、ということです。はい、さあ今年はね、どうなるんでしょうか。うん、私たちあれですよ、リバティアイランドに会ってこうなでなでしましたので、うん、なんかぜひね、達成してほしいなって気持ちはね。いやいや、もちろんもちろん、それはありますよ。ありますよね。はいはい、さあということで、秋華賞の富ちょいはこちらです。前走オークス3着以内、前走シオンステークス好走組、大穴ならハービンジャーと絆です。まずは前走オークス3着以内ですが、ここ5年秋華賞は前走オークス組が圧倒的に強く、4勝2着1回3着1回、毎年1頭は1着か2着に来ています。やっぱぶっつけだ。そうですね。そして馬券に絡んだ前走オークス組は全て3着以内に好走した馬なので、前走オークス組からは3着以内に好走した馬を選ぶのが良さそうです。そうするともうリバティアランドとハーパーになっちゃうんですよね。で、奥3着だったらドゥーラがクイーンステークスを使ってるのがどうかと。そうですね。はい、さあそして前走シオンステークス好走組なんですが、ここ5年で1勝2着3回、10年に広げると4勝2着4回で、前走オークス組以上に秋華賞で好走していますね。シオンステークスの着順は5着馬までが好走していますので。なるほど。一応ですが5着以内の馬が良さそうですね。モリアーナ、ヒップホップソウル、ミシシッピテソウルと。ヒップホップソウルもこの枠はね、残念ですね。残念ですけどね、好意でね。まあでもオークスも頑張ってますからね。さあそしてリバティアイランド、相手はこの2つの条件どちらかをクリアした馬の中から選ぶのが良さそうですね。はい、さあそして最後のもっと穴馬を狙いたいという方におすすめなのが、大穴ならハービンジャーと絆です。うん、過去5年の京都の芝 2000m の守護馬成績見てみましょう。今回の出走馬の守護馬の中では1位がハーツクライ3区なんですが、僅差の2位がハービンジャー3区でした。ハービンジャー3区は馬券圏内率がハーツクライ3区を大きく上回る 39.8% と優秀ですね。それに加えて過去10年で3区が京都開催の秋華賞に出走したのは2017年のディアドラとモズカッチャの2頭なんですが、なんと1着3着、ハービンジャー3区の副賞率は 100% となっています。まあ、今年は1頭なので、この大穴狙いだったら面白いかもしれません。エミューですか。エミュー、いや気持ち悪いですよこれ。いやさすがになかなかね、いやまくり一発できるジョッキーですから。なるほどね、まくり一発あるジョッキーですからね。うん、確かに大穴ならこういう馬じゃないですか。はい、重賞勝ちあるし、ババ悪くなった方がいいんじゃないですか。それババ悪くでもちょっと雨降ってくれば、まあね、意外と降ったらエミューですよね。これユーバーレーベンぐらい走る馬だと思ってるんですけどね。なるほど、まくり一発、はい、これいいですよ。男ならエミュー手見ろみたいな感じですよね。可能性ありますか。ありますあります。デムーロさんね、今日もね、勝ってます。今日もかよってね、明日もね、なるほどね、ビビるっていう。はい、どうなんでしょうか。ヒップホップソウルまくりで任してますからね、一度は。はいはいはい、さあそして絆3区はカチクラがハーツクラ、ハービンジャーに続いて3位、馬券圏内率 36% と優勝です。うん、まあ、先週絆3区は毎日王冠でソングラインが2着、京都大賞典でディープボンドが3着と好調ですから、秋華賞も激走に要注意。絆3区はフェステスバント、グランベルナデット、コンクシェルということですね。フェステスバントとコンクシェルは抽選突破組という幸運もありますから、はい、穴、はい、で狙うのも面白いと。うん、はい、そうですね。はい、信じるか信じないか、どれに乗るかはあなた次第です。ハート。はい、考えることは気にせずにヒントにしてみてください。はい、なんか棒読みのハート。ハート。いやいや、すごい、うん、楽しかったです。いや楽しかったってのはどういうことですか。やってもらった方がいい。もう一回。ハート。何？何？あんまり感動がなかった。何ですか？もう一回。いやもういいや。有料。有料ってか。では来週アイス買ってくださる。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、買ってます。カフェも。さあ、はい、それでは
お待たせしました。100万円的中を目指してキャプテンさん、そろそろお時間です。これはトラちゃん決まってんじゃないの？でも決まってんじゃないの？でも僕はもう3着はね、ドゥアイズしか見えないんですよ。とりあえず君しか見えないよ、はい、あとは明け方まで雨です。明け方まで雨、結構降るのかな。もしかしたらヤヤとかかもしれないですね。グランベルナデットとかも買いたくないもんな、買いたくないですね。ですよね、キズナサンクとはいえね。やっぱコンクシェルもね、僕は逃げなきゃダメだと思ってるんですよ。なるほどね、はい。最初はコンクシェル本命まで考えましたけどね、一瞬。さすがになと。悩んでる。